ポルトガルのユニレバーノールヌードルス、テンタッソージガリーニア、チキン味です。揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細く長さが 1,2 センチしかないので箸では食べにくく、スプーンが必要です。輪郭はちょっと曖昧なのに舌触りが意外と軽快で不思議な食感です。麺が短いせいか製品の質量よりも量が多いように感じます。スープは洋風スープといった感じのチキン味で、旨味は十分出ています。ちょっと乾燥臭いものの結構土台のしっかりした味です。短い麺はインパクトが大きくまとまりは悪くないと思いますが、これをラーメンの範疇に入れるのはちょっと躊躇します。